枯れ男ですさんも押しちゃうな。あれ男皆さんぜひ押してくださいやぶちゃんめいちゃん押してください、ね、めいちゃんのハキハキしてる部分ももちろん兼ね備えてるけど、すごいおっとりとしたところもあったりもして、うんうんうん、もう落ち着いてるなって印象もあるんだけど、うんね、はい、はい、大丈夫かな私、大丈夫、いや大丈夫ない、大丈夫気にしちゃうからさ、ごめんね、ごめんね、ヤブちゃんごめんね、よかった、まあ、でもいろいろお話ししてね、はい、はい、ということでございました、うんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。続いてのメールに行きましょう。はい、続いてラジオネームセミミさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ヤブちゃんは雑誌のインタビューでミューズの頃からラブライブが好きだったと話していましたね。そんなヤブちゃんがシリーズの作品に出演するなんてすごいです、おめでとうございます、うん、ありがとうございます。ちなみにめいちゃんがスクールアイドルを好きなように、やぶちゃんも誰か推しのスクールアイドルとかいたりしますか、うん、とのことです、ありがとうございます。また推し話、推し話、推し話、ね、ちょっと高齢化してきてますけども、うん、はい、どうですかやぶちゃん、ミューズさんから、ね、ミューズさんはまきちゃん推しで、あ、ほらほら、そうなんです、ちょっと私あのツンツンした子が好きでいいなって思いますね、いいね、可愛いんです、はあ、自分のね役柄もちょっとツンとしてるところもあったりもするし、そうなんです、へえ、運命的な感じもしますけども、うん、はい、聞くキャン、いいんですか、聞いとく聞いてみようよ、ツンっても聞いた時点にちょっとルビーはないかなって思ってるんだ、ちょっとね、もうちょっと可能性だけは感じて、あ、そうだよ、そうだよ、多分横でずっとこうやって緊張してるのは多分私はそうだと思うんだ、聞いてみよう、いやちょっと待って、そんな聞いてみよう、そんなこと言ってアクアで推しの子はいますか？ルビーちゃん、あれ？お前、お前、お前、すいません、知らなかった、知らなかった、知らなかったの、ひどいよ、知ってたの、知ってたんだこれ、ひどいよ、いやちょっと、うわやばいなって、どうしようって思ってました、ルビーちゃん知ってました、ルビーちゃん知ってて、どうしよう、お前フラグがごめん、召し折られた嬉しい素直に喜べないよね今私もないなとか思って本当にごめんね、でも嬉しい、 どんなところなんかいつもはその、うん、結構ツンツンした子が好きなんですけど、ね、なんかルビーちゃんは一目惚れで私、ああ、なので最初にそのビジュアルを見た時から、うんうん、この子が好きだってなんか思って、それからずっと好きですね、うん、嬉しい、でも同じね、こう赤髪同士だったりして、マキちゃんとね、メイちゃんとルビー、はい、そうなんだね本当ごめんね、キャン、まあ、私もルビーは好きだからヨシコちゃんも好きだよ、ヨシコちゃんも、ヨシコちゃんも好きだよ、ヨハネヨハネ、それ言っちゃうとちょっとまた違う感じになっちゃう、ヨハネちゃん大好きですペイちゃんが言ったら、あ、大好きです、ヨハネちゃん、黒髪大好きです、いいね、こういうまたテンポ感と空気感がね、ヨブちゃんの魅力だったりもしますけど、ありがとうございます、ありがとうございます